神戸有馬電気鉄道で101系電車は、神戸電鉄の前身である神戸有馬電気鉄道が、開業翌年の1929年に製造した、電車。開業時に新造した、で1系の増備形式である。前年の三田線から三田間開業に際し、で1系の増備車として重量が、日本車両製造で申請された。で 1>, 1系、で21型とともに、 神戸有馬電気鉄道神戸電気鉄道の主力車両として運用された。戦後は、客用ドアの自動化、室内灯の蛍光灯への交換が実施されるなど、サービスの向上が図られている。で1型と同様の反抗性車体で、全長は 15,440mm で、で1型より 200mm 延長されている。外観は、で1系のデザインを踏襲しており、両運転台で、 前面は非貫通の3枚窓構成。側面は片開きに扉で、窓配置は D3D5D3D としている。座席はロングシートであり、定員は100人である。塗装は登場時より茶色い色に塗られていたが、1960年代以降は高性能車と同じく灰色にオレンジのツートンカラーに変更されている。台車は D1 型と異なり、 日本車両製造の D-16 を装着する。揺れ枕張りを用いた釣り合い良識台車であり、乗り心地が向上している。戦後の1948年に登場した D-201 型にも同様の台車が採用された。台車以外の機器類は全てで1型と同様であり、主電動機は三菱電機製のメガバイト -146A を、 各台車に2機ずつ搭載する吊り掛け駆動方式を採用。制御機は総括制御に対応した三菱電機の HL 型を搭載する。ブレーキ装置は非常便付き直通ブレーキと手ブレーキを設置。また、山岳路線であることからそもそも速発電ブレーキが搭載された。パンタグラフは有馬よりの車端部に設けられている。 申請から30年以上経過し車体の老朽化が進んだため、1960年代より本形式とで、1系、でに1 1でと1 0 0 1の主要機器を流用し、車体を新造した 800K への更新が実施された。で101型は以下の2両が改造されている。引き続きで101型として残った8両は、その後も塗装の変更を経て、活躍を続けていた。 しかし大型高性能車の増備によって残存車も1971年に引退、本形式も形式消滅となった。廃車後は2両が電動化車、デア750型に機器類を提供、1両が公絶の鈴蘭大車庫の校内入れ会車に転用された。残る5両は各社とも解体されている。入れえ車転用後ので101、2008年の車庫公開イベントにて、 車番はイベント用で通常は貼られない。で101は1971年の廃車後も保管され、当初は生体保存の計画もあったが中止となり、スズラン大車両基地の校内入れ会社として使用されることになった。車席のない機械扱いのため、本線走行はできない。当初は原型を保った状態で使用されていたが、 車体の老朽化が著しいことから1983年に大規模な更新修繕が実施された。改造内容は、前面窓のエッジゴム指示化、側窓の一部と客用扉の撤去、車内設備の撤去と一部機器の車内への設置、全消灯のシールドビーム化、塗装の事業用車標準のマルーン一式への変更などである。修繕工事ゴム入れ替え者として引き続き使用されたが、 2015年度中の使用終了が発表された。入れ替え者の代替としてはバッテリーカーが導入された。使用終了後の901号は当初は解体の予定であったが、社内から保存を求める要望があり、引き続きスズラン大車庫に自走可能な状態で保管された。この901号の保存。 復元を目的とした鉄道ファンによる有志団体で101守り隊が設立され、2019年には神戸電鉄の協力の下でクラウドファンディングによる資金調達が実施されている。ありがとうございます。